イキ表参道の店長をしてます、三津です。イキ表参道代表取締役、天童です。ベレーザエラー店長、平野琴です。ベレーザー総代表やってます、流星です。イキさんとベレーザさんって、接点って普段終わりなんですか？僕もともとここを立ち上げる前に、ベレーザーにいたんですけど、はい、その時に2ヶ月ぐらい一緒に働いて、そうです。はい、一緒に働かないもうじゃ友達というかもうね同期みたいな、そうですね兄貴って感じ兄貴、はい、お互いの印象っていかがですか、その時2ヶ月働いてたのマジで最初怖かったですねマジで最初多分天童さん自身も、まあ、僕もそうですけど、はい、あんまこう心を開いてなかったというか、うん、なんかお互い手探りというか、インスタではお互い多分知ってて、はい、だけどなんかその本質みたいなの、人間的な本質、その人どういう人なんだろうっていうのをお互い疑ってた状態、疑ってたね、お互いね天童さんが僕のこと疑ってました、どんな風に見てました？その当時、その彼が入ってくる前は、はい、まあ、ありがたいことに売上だけの話で言うと、まあ、ナンバーワンでちょっとまあ調子乗ってたこともあったんですけど、はい、の時に、まあ、僕が抜けるって会社の中で決まったので、その次の代表をやる人間ってなんとなく気になるじゃないですか、はい、でまさかの年下でどんなことみたいな、すごい年下が来るんじゃないかみたいな、まあ、彼が来て、まあ、彼はその怖いっていうふうに言うけど、彼も怖い、怖いっていうかね、クールで、めっちゃなんか全然何考えてるか分かんないなんか一言で言うとサイコパスな避けてるわけではないけど、お互い別に喋らない時期が2ヶ月かぶってるうちの1ヶ月喋らずに過ごしてたんです。そんな話さないバックルームにおって、入ったら出てみたいな、はい、入ったら出てみたいな、なんか僕は出てましたけど、来たら怖と思ってこの人2人だとやべえな2ヶ月間でちょっと変化あったんですか？途中でなんかバックルームで、はい、あの僕がカラーホース中にパーって行ったら、バックルームの一番なんかねいい感じの椅子があるんですけど、ね、こういう椅子が僕がパーって入ったら、彼がもうバーンっておったから、うわすごいよってで、その時にほぼ初めてぐらいの勢いで話しかけて、はい、で、なんて話しかけたかちょっと忘れちゃったんですけど、なんかその時からインスタはもう彼はもうバズってて、でどういう風にしていきたいのかがその時のインスタだけ見てると分かんなくて、で彼の当時の言動とインスタのページが結構かけ離れてたんですよ、当時はね。でもそれはかけ離れてるんじゃなくて、これを目指すための通過点だっていう話をその時に聞いて、彼は自分、俺が思ってるほど思ってるより全然すごい人なのかもしれないみたいな風になって、そこからちゃんと話すようになって、ようやく打ち解けてきたかなぐらいで僕が抜けちゃって、はい、で、うん、どうですね、イキさんってどんな風に見えますか？いやでも僕はやっぱ怖いっすまだまだまださん出るわ天童さんのイメージ怖い、第一印象がそうですね、そうなんですね、タトゥー入ってないと入社できないみたいな僕もその直接、はい、お話しさせていただく機会とかはそんなになくて、でその天童伝いですごいいろいろ聞いててっていう感じです。どうでしょう、ベレーザさんって。いやでももうすごい、もう Z 世代のやっぱり走り続けてる方だなっていうイメージがやっぱり一番強いですねそうね、実際それぞれのサロンさんで攻めと守りっていう風に分けるとすると、どなたが攻めてどなたが守りで、どんな役割でリレーション取ってるのかみたいなところもぜひ聞きたいなと思ってるんですけど、もうゴリゴリの攻めなんで、あ、攻めで守ることしかやってない僕が守り、守りで、なんか役割とかって分けてらっしゃるんですか？役割っていうよりかは、そのもう先端が尖りに尖ってるからもう刺さるところに勝手に刺さってくれるから、はい、まあ、こっちは後ろで、まあ、後ろっていうかもう右でやっぱり一緒に行きながら、はい、まあ、役割としてはやっぱり
走ってくれる分、はい、それをもう後押しできるような、まあ、環境づくりであったり、はい、まあ、もう刺さってもらえればもう刺さるのはもう任せてるんで、はい、なんで本当に、まあ、一緒に隣で走っていければっていうので並走していこうっていう、天童さんのことをよく理解されて、そう歩くシールドって呼んでシールドって歩くんですそうですね、だから結局僕が攻めるっていうか、そのいろんなこういうお話いただいたりとか、まあ、撮影とかいろんなサロンの人たちと交流もさせていただく分、やっぱサロンにいない時間だったりとか、はい、まあ、彼とねご飯行ったりとかいろんな撮影でとかってなると、ここがおろそかになると何ともならないので、やっぱ彼がそれを守ってくれるから僕が自由に動けるっていうところもあるので、まあ、攻めと守りってどっちが良くてどっちが悪いとかそういう話じゃなくて、この2つがしっかりいるからどっちもしっかり守れるし攻めれるみたいな風に思ってるので、まあ、感謝してますね、だいぶ。もうハットできた。いや、まあ、まあ、まあ、てかもう、ね、攻めてます、めっちゃ。攻めて、はい、と、まあ、守ってます。守ってますかね。守んないから違うんですか。なんかすごいスタッフさん笑ってましたいや、これ本当にこの場を借りて言えたらと思ったんですけど、はい、なんか、あの、多分守ってるっていう自己、はい、まあ、自分で意識っていうか、はい、自分で多分分かってないと思うんですけど、はい、この企画来て、はい、守ってる人全員攻めてるしなって思って、そうですよね、誰だろう守ってる人って思った時に、はい、なんかもう本当の意味で守ってるってなると多分一番多分自覚してないですけど、はい、コードだなって、なんかすごいあって、うん、だからでも自分って本当、さっき天童さんが言ったように最高じゃないけど、はい、すごいこう気分、もう気が、はい、気分で動いてるんで、はい、なんかこう、やんないときやんないし、はい、やるときやるしみたいな、なんかそういう人間、意外ですね。いや意外と一番人間って言ってたんですけど、そうなんですよ、だから僕はもう、まあ、やるときやるしっていうところで、こうだって本当に常に行って、外行ったりとか、セミナー行ったりとか、中がおろそかとかっていうところで言うと、もう、こうたが圧倒的になんか、スタッフ連れてご飯行ったり、スタッフ連れてカラオケ行ったりとか、なんかやりたくてやってるんだけど、実際なんかこう、アシスタントの子たちに聞くと、みんなこうたさん、こうたさん、こうたさんみたいな、こうたさん、こうたさんみたいな感じなんですよ、本当に。褒められるの苦手ですか？もう本当に難しいな。僕ら同級生で専門学校から一緒なんで、で、流星に誘われてベレーザ入ったんですけど、はい、上下関係も特になく、うんうんうん、対等な関係なんで、その、はい、そんな変に気負わないからできるのかな。あ、だかそういう意味ではうちも同い年、そうですね、7年前ですね、なんで、だからなんかちょうどいいもんね、多分年の差あったら守りっていうか威圧で動かされてる人に、確かに。それが下か右かの違いだと思う。いいこと言うね。答えてるね。今ちょっと攻めと守りで分かれたので、ちょっと席替えをして攻め守りでそれぞれに質問したいことがあるので。はい。日頃こうサロンの先頭で先陣切るために大切にしていることってどんなところですか？多分売り上げではまずなくて、で、まあ、人間的な魅力とかっていうのはまあ後でついてくるものだと考えた時に、結局楽しそうにやってるかどうかだと思うんですよね。人がついてくるかどうかって、なんかよくいろんなストーリーとか見てると、いわゆる社長をやってる人とか店舗の店長代表をやってる人とかのストーリーってめっちゃ忙しそうじゃないですか。なんか朝から打ち合わせ、朝からなんとかなんとか、それになりたいかみたいな逆に、今日も夜遅い、明日も朝早いで練習を見てなんとかかんとかでって、それを楽しそうにやってるから発信するべきものであって、なんかしんどそうだな辛そうだなってなると、結局攻めの人間って多分目指されるべき人現像であるべきなのかなって思ってるので、なんか目指したくないじゃないですか、忙しそうでプライベートがなさそうな社長って。だからなんか楽しそうに仕事をしてるかどうかっていうのは結構大事にするようにはしてます
ですね、ここのサロン開くってタイミングで別のところで働いてて、はい、でその本当にちょうどタイミングで何個かサロンさんからあの来へんかっていう声かけていただいて、はい、まあ、すごいありがたいんですけど、ちょっと考えさせてくださいって言ってあのちょっとお断りすることが、はい、あの方法とも全部断ったんですけど、あの天道の時だけ本当に即答できるぐらいやったのがやっぱり一番の理由がもう楽しそうやからっていう、僕もあの楽しいこと以外本当にやりたくない人なんで、はい、あの楽しいとこに行ったらここに着地したっていうちなみにベレーザーではどうですか、攻めとして。楽しいはもちろんあるんですけど、うん、僕の場合はもう完全に圧倒的結果と圧倒的だから結局最終的につながるのは多分圧倒的安心感、リュウセンついてくれば絶対大丈夫っていうのを、はい、やっぱもちろん、まあ、テイトさんちょっと逆説みたいになっちゃうんですけど、売り上げは絶対一番だし、あとやっぱスピード、はい、クオリティ、やっぱそういう美容師的なその基礎となるところっていうのは、はい、やっぱ自分は誰よりもやっぱなブレずに一番でなきゃいけないし、うん、まあ、天板だったそうだし、はい、なんかそういう細かい、なんかみんながサロンボード開いて全ての数字で、やっぱ一番でいるっていうのはなんかすごい僕はやっぱなんだろう意識してるというか、やっぱその、まあ、楽しいはまあ後々は結果楽しいんですけど、ベレーザーって結構なんか弱肉強食というか割と結果主義というか、まあ、みんなすごい仲良く見えてるんですけど、そのサロンってなる仕事ってなると一気に人変わっちゃうんで、みんないい意味で、なんでやっぱその結果を出してないと俺こんなこと言えないなっていうことばっか、はい、とかあえてこうなんか自分を苦しめる発言したりとか、うん、なんかそういう責任は、まあ、そこはすごい意識して自分の中で、うん、やっぱその圧倒的結果で圧倒的安心感を与えるっていう、もう流星のところにいれば大丈夫っていう感じでやっぱ自分の中ではやっぱ意識してる。圧倒的結果を求めるサロンの守りっていうのもすごく大変ですね。あの本当に戦場なんですよ本当に仲結構みんなもう同世代しかいないんで、はい、僕らより下っていうか、僕スタイリストほぼみんな僕ら同い年で、うん、みたいな感じで結構なんていうか上下関係なく仲いい感じなんですけど、その数字とかに関してはもう、はい、もう戦争なんですよ、はい、今月ここが抜いたとかここに勝ったとかで、もうみんなの接し方が変わるくらいバチバチ確かに確かにってくらい戦場なんで、確かに僕そこ守ってるなって感じします。確かに本当に、うんうん、みんな数字しか見なくなるんですよ、はい、やっぱ最初低かった子たちが上がってきて、はい、だからリュウセン圧倒的にいて、はい、でここら辺でバチバチしてるとここ仲悪くなるんですよ、はいはい、そう話しかけづらい雰囲気、いやなんかもうライバル通り越してもう喧嘩の仲間みたいな暗いバチバチしてるんで、そこをちょっと守りますね。うーん、筋だけじゃないよ、内側として入れるって感じですか。でも僕もそう守るために結果出さなきゃいけないんで結構大変なんですよ、冷静がいて僕ここにいないといけないんで、そうだね、ちょっと頑張るんですけど、一気にって守りっていうところで、守りの立場として日々なんかやってることとか努力されてること、僕自体が何か、まあその支える意味ではいろいろやったりとかしますけど、なんかこれを気をつけるとかは逆になくて、本当にうーん全員で右左で走ろうっていう感じですね。あ、みんな横にいるんですね。そうですね、うん、なんかやっぱ一人では何もできないんでね、僕も、うんうん、それはやっぱ今そのフリーランスサロンだったりとか、あのまあ、いろんな働き方があると思うんですけど、まあ、それぞれもちろん良さがあるんですけど、僕らはそのオーソドックスなサロンでやっていく上ではそこの良さを全面的に出していきたいなっていうところで、やっぱ仲間を大事にして仲間で勝っていくっていうのは意識してますね、やっぱり。ちょっと皆さんのもっとあの心境を深掘りしたいんで、ちょっとフリップ使ってですね、あらせっかく対談で豪華な4名が集まっているので、それぞれ質問したいこと、結構
大丈夫です、率直に。で、質問したいこと、もしあったら。まず、守りのお二人から、それぞれの別のサロンさんの攻めに向けて質問したいことを。はい。はい、では、まず。自分たちが満足できる両人生を送ろう。あの友達と一緒にやっていけるっていうのは、一生味方でいるから、俺も一緒に背負ってやるから。